オードリー・ハリソン・イングランド、ハールズデン出身の元ボクサー。2000年、シュドニーオリンピックスーパーヘビー級金メダリスト。オリンピックのスーパーヘビー級で金メダルを獲得した初のイギリス人である。2001年に BBC スポーツと契約をして、プロへ転向。BBC スポーツは、ボクシング中継から撤退するまでの間、ハリソンの試合を17試合中継した。 2009年10月に、プライズファイター8、ヘビー級3へ出場し優勝。2010年4月に、マイケル・スプロット・オコで破り入エブヘビー級王者となる。2013年2月に、プライズファイター29、ヘビー級、インターナショナル3へ出場し、優勝。プライズファイターを二度優勝した初めての選手となった。19歳でボクシングを始める。 1997年にイングランドアマチュアボクシング協会のスーパーヘビー級王者となる。1998年コモンウェルスゲームズのスパーヘビー級で金メダルを獲得。2000年にはシドニーオリンピックスーパーヘビー級で金メダルを獲得した。金メダルを獲得したことが認められ、大英帝国勲章、メンバーを授与される。2001年に自助伝を出版。 同時に、自身のボクシングプロモーション、A ホースプロモーションズを設立し、いくつもの有名企業とスポンサー契約を締結、直接テレビ局と契約した初めてのイギリス人、プロボクサーとなる。レノックス・ルイスの後継者となることを期待され各局の間で争奪戦が繰り広げられるが、最終的に、BBC とデビュー戦から10試合の独占放送契約を100万イギリスポンドで、 締結する。2001年5月9日、ロンドンのウェンブリーアリーナにて、デビュー戦でマイク・ミドルトンと対戦し1回 TKO 勝ちを収める。この試合をテレビ中継で600万人が視聴した。2002年11月23日、デビュー戦から8戦目でアメリカデビューを迎え、ニュージャージー州アトランティックシティでショーン・ロビンソンと対戦し1回 TKO 勝ちを収めた。 その後、7年前に引退していたフランク・ブルーノとの対戦を計画するが、ブルーノが精神病で、措置入院したことで計画が失敗に終わる。2004年6月19日、リッシュル・ヘルシシアに4回 TKO 価値を収め、WBF 世界ヘビー級王座を獲得。2004年5月8日、WBF 世界ヘビー級王座の2回目の防衛戦で、 トーマス・ボーニンと対戦支給会 TK を勝ちで防衛に成功するが左手の人体を損傷し1年間のブランクを作ることになる。BBC が2004年で今後一切、ボクシング中継から撤退することを決めたことでハリソンの契約更新も見送られる。これにより拠点をアメリカに移すことになり A ホースプロモーションズをアメリカへ移転、アメリカのアルヘイモンと契約を結んだ。 2005年6月9日、1年ぶりの復帰戦を新規一点アメリカで行い、カリフォルニア州テメキラでロバート・デイビスと対戦し7回 TKO 勝ち。2005年12月10日、ダニー・ウィリアムズと対戦予定だったマット・スケルトンが試合の5週間前に欠場する代わりに急遽ハリソンがウィリアムズと、 イギリス連邦王座をかけて対戦することになるが12回、1から2の判定で敗れ、プロ初黒星を喫する。2006年4月14日、カリフォルニア州、ランチョ・ミラージュで、ドミニク・グインと対戦司令から3で10回判定負けを、喫し、2連敗となる。2006年12月9日、同年7月に、ダニー・ウィリアムズに勝ち、イギリス連邦王座を奪取していた。 マット・スケルトンと対戦予定だったが、スケルトンが試合の1週間前のトレーニング中に右手を骨折したことで、代わりにダニー・ウィリアムズと対戦することになり、3回 TKO 価値を収める。この勝利により再び評判と価値を取り戻した、ハリソンは2007年の世界王座挑戦を見据えて、イギリスのボクシングプロモーターのフランク・ウォーレンと契約を結んだ。 2007年2月17日、マイケル・スプロットとヘビー級イングランド王座とヘビー級エブ王座をかけて対戦するも3回小負けを喫してしまう。この敗北により再び、ハリソンの未来に暗雲が立ち込めることになり、ウォーレンは、この敗北は巨大な恥だ。ハリソンが今後も現役を続けるつもりなら、それは険しく長い道のりになるだろうと述べた。 2007年9月29日、ポール・キングと対戦予定であったが、9月21日にアメリカでハリソンが同乗していたコーチが運転する車が交通事故を起こす。その事故でハリソンが腕の骨折と胸筋を断裂したことで手術を受けることになり試合が中止された。2008年4月19日、ネバダ州ラスベガスで14ヶ月ぶりの復帰戦で、 ジェイソン・バーネットと対戦し5回 TKO で復帰戦を勝利で飾る。2008年9月6日、マンチェスター・アリーナでジョージ・アリアスと対戦し98から94で10回判定勝利を収める。しかし BBC などのマスコミはこの勝利を疑惑の判定勝利と報道した。2008年12月6日、プライズファイター1、ヘビー級1の優勝者であり、本業が ベルファストのタクシー運転手であるマーティン・ローガンと対戦するが95から96の10回判定で敗れてしまう。この敗北によりハリソンのボクシングキャリアは終わったと思われた。2009年10月2日、再起をかけて復帰戦でプライズファイター8ヘビー級3に出場し優勝を果たす。2010年4月9日、エブヘビー級王座をかけて アルバート・ソスノフスキーと対戦予定であったが、ソスノフスキーが、ビタリ・クリチコへの挑戦が決まったため、代わりに、マイケル・スプロットと対戦した。試合は、最終回まで3人のジャッジがスプロットを支持する、劣勢で進むが12回に、左フックで、スプロットを、ノックアウト、逆転勝利で、エブ、ヘビー級王座を獲得した。2010年4月24日、 スプロットとの試合で断裂した大胸筋を修復する手術を受ける。2010年6月8日、兵が保持する WBA 世界ヘビー級王座に狙いを定めたハリソンはエブ王座を返上する。2010年11月13日、マンチェスターアリーナで WBA 世界ヘビー級王者のデビッド兵に挑戦するが、一方的な試合内容であっけなく3回 TKO 負けを喫する。 ハリソンの怯えた戦いぶりや、試合を通して30に発出したパンチの中で一発しか、兵に当てられなかったパフォーマンスの悪さで、失望したファンのみならず、選手や関係者からも多くの批判を浴びた。英国ボクシング管理委員会は、ハリソンのひどいパフォーマンスの原因と兵が、ブックメーカーで自分に金をかけたと発言したことの、調査を得るまで、ファイトマネーの一部の支払いを保留した。 2012年5月26日、復帰戦で、アリアダムスと対戦し4回 TKO で勝利。2012年10月13日、デビッド・プライスに1回 TKO 負け。2013年2月23日、プライズファイター29、ヘビー級、インターナショナル3に出場し優勝。2013年4月27日、イギリスで、 デオンテイ・ワイルダーと対戦し1回 TKO 負け。この試合が現役最後の試合となった。2015年3月26日、視力の低下、バランス感覚の喪失、イライラ感、激しい感情の起伏等のパンチドランカーの症状を感じたため、専門医の診察を受けたところ度重なる頭部への打撃を起因とする外傷性脳損傷と診断され、引退を発表する。 投資に失敗し、破産寸前であることも告白した。ありがとうございます。